私のやつはな、もう、分かりました。じゃあお願いします。じゃあよろしくお願いします。Thank you.
なんとかマスター。予定ではこうなんですけどね。さっきちょっと以前やった、はい、あ、さっきやったやつ。の曲とかもあるので、うん、もう少しやりましょうか。じゃあさっきのちょっといいですかね。やってる同様。ちょっとね、さっき練習でちょっとなんとなくやろうなって。ちょっと思い出して練習でやった時にはピアノが良かったんでピアノでいきましょうか。あ、ピアノで良かった良かった。皆さんの方ですね。これすごいね。もう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 。あ、どうぞどうぞ。大丈夫。スタートはだからそのこの距離で調整してください。今やっぱり近づけすぎたかね。だからそれはっていうのを聞きながら調整してください。あ、やっぱり耳に来たか。本当はほらプロのエンジニアがついてれば一生懸命やってくれるんだけど、我々はほらそうだね、こうやって手前でやらなきゃいけないから自分でこうやって距離感でやってほしい。何からやりましょうか。じゃあ、母さんの歌からいきましょうか。母さんの歌からいきますか。母さんの歌それからいきましょう。Thank you.
じゃあ、最後、ふるさとで。ふるさと。ふるさとを思い出して。松上さんのふるさとはどちらですか？私は、長野県のね、上田。真田幸村の、で有名だけどね。私は伊豆なんですよ。伊豆だ、いいとこだよ、高いとこだ。意外と寒いんですけどね。そう。あのね、確かにあったかいんですよ、こっちからすると。だけど、意外と部屋は寒いんです。東京って北風が吹いて寒いけど、どこ行っても暖房が効いてるし、建物がみんな地密性がいいからあったかいんですよ。だけど田舎は木造多いじゃないですか。で、外があったかいから中はあんまりあったかくしないんですよ。ああ、そっか。だからよく、じゃあ要するに北海道だと逆ですよね。寒いから部屋はもう浴衣もうちの人が行くともう暑くてダメだぐらい暑くじゃないですか。北海道の人寒がりが多いって言ってた。そうなんですよ。だから、うん、なんかそういうところもありますからね、うん、意外と田舎に帰ると寒かったです。外はあったかいですよ、確かに。いや、温泉も多い。2、3度気温も低いし、この間の大雪の時も街中は雪積もらなかったみたいですからね。伊豆はどちらですか？伊東です。伊東、山の方は積もりましたけど、街中はちらついた程度で積もらなかったです。東京大雪でしたね。大雪だった。まあそんなことで作業して、今マスターね、ちらっと見たけど、マイクがストンと落ちたけど、話してる間に大丈夫？大丈夫、これ使ってないから今。あ、本当？当たってないから。ストンと落ちた、ちらっと見えた。じゃあ、ふるさと、ふるさと。そういうわけで、とりあえず私のオカリナコーナーはこの辺で。この辺で、じゃあちょっと待ってください。